クロス、クロスはそこにいてね、いやー、クロスはそこにいてね、曲お願いしますよ。こんだけハイタッチしてるんだよ。こいつはね、ハイタッチしたがるんだよ、夜と。この間は週1か2ぐらいで、なんでこんなしたの。違う違う、だって俺からハイタッチせかんでないじゃん。そうそうそう、こいつだ、こいつがさ、こいつがせかんでる。そうそうそう、急にね。カラオケ週1、週2、なんでテンション上がってんの。なるべくこんな中でさ、テンション高かったら、まあでも特別に、まあまあまあ、上がれる時には上がりたいとか、一番上に行くと、むしろあれ、この3人がベストでテンション高いんでしょ。シール、ショータ、シマリー、あとはそうですね、マジで下げるケミスト、今ちょうどみんな頭おかしくなってきた。シマリー、シマホルモン、ちょっと来て、なんと、いつもさ、俺が低いからさ、いつも俺が止めに入ってんじゃん。彼じゃん。お前が高いから、お前が高いから、誰もね、おかしくない。だからお前らが頭おかしい言動したら、俺一気にビンタしに行くのよ。服とか脱ぎ出したらビンタするから。お前寝るもんね、最初。俺寝る。俺寝る。本当、ありがとう。一周したクロさんのためにも休憩しよう。あなたも試してみましたか？だから死んじゃダメだ、まだみんな死んじゃダメだ。コラボできるので、いろいろな遊び方ができちゃいます。次何歌おうかな、昭和とかで言うかな。楽しみが広いですね。じゃあ俺順連作を何か入れんの。じゃあ俺大物通り、じゃあ俺水連歌入れる。夏だし、夏の水連歌盛り上がるよ。最高。今すぐラブトモにアクセス。やっぱ今キャラジャトーマスみたいな煙くよ。ごめんね、タバコ吸って。いいよ。吸いやつすっげー欲しくなるとさ、あの欲しくなるの、飲むとき飲んどけって一緒なんだよ。酒と一緒だから、うまいけど。プラスマネージャーの周り吸ってる分ですよね。酒と一緒だと思ってて、今の酒と同じぐらいだと思って吸っとけ、吸っとけ、吸っとけ。みんなあれだと、熱海の時は海見ながら日本酒だからな、刺身食って。やっちゃいけ悪酔いするでしょ。悪酔いする。でもお前酔わせるからな、お前うまいよ、マジで。はい、その次の日朝、俺が早く起きて海飛び込むから。俺ね、あのバイトの先輩に残されて、俺も仕事の会のこと。これさ、あれ日本酒でさ、寿司見てる。俺、寿司見てる旅館を先に選んだんだよ。本当にそう。一番自然だもんな、これ。だから、それに選んだから、日本酒割り勘でもいい。寮まで飲むからな。えい、えい、いい、今日まで飲む。俺はいいけど、いいよ。いや、いいじゃん。ガッキーだろ。あ、俺らは別に日本酒くて飲むからな。ガッキーだろ。こいつにだったら俺はまた目覚めさせちゃったから、日本酒に関しては。なんでプロデュース。俺とか別にさ、潰れちゃってもいいけど、ガッキーだろ。ガッキー大丈夫だよ。ガッキーいいんだよ。ガッキーだろ。こいつ気にしないから。ガッキーだろ。いや、気にしたんよ。俺らはやっぱ電子レンジで勝手に厚感作るもんね。マジ行くっしょ、行くっしょ。また厚感のまで目覚めちゃったから俺のせい。うまいっしょ。これも俺のせいだ。いや全部俺のせいじゃないからさ。あんこいつだよ。ハイボールもウイスキーも日本酒も、日本酒も厚感もこいつ目覚めちゃった。俺が、あ、ビールも飾る。一応飲んだけど、ネバネバとか一応飲んだけど、こいつも飲んで。あー、そこまで。あの酒のうまさと酒の強さを強化してからね。酒の何、師匠。そうなの、師匠。誰も言ってもらえない。どれだよ、俺が一番強化してる。考えてたね、経営したら。これ長くの曲じゃないよ、これ。じゃなかったら今楽しくないよ。今寝てるだと思うし。全部入れて全部入れてんじゃん。バカじゃん、お前。まだ入ってんじゃん。まだもう一つあるんですよ。
グーって言ったから。だってまだもう一個あるじゃん。そこなんだよ。ゆっくりでしょ。でもウイスキーの倍うまいでしょ。倍は弱かったからな。いや最高。やっぱ瓶でいくのうまいから。いや。ステージとはこちら。やっぱ2瓶じゃいけないでしょ。社長の人は1瓶でいいだろうって。2人だった。ちょっと待って、森田さん何だろう。よく持ってる方で。でも黒さんだけど、まあ1瓶でいいんじゃない。どういうの同じ。あったらまあちっちゃいのがやっぱいいんじゃない。ありねえよ。つけまつけるいやそうだろ。どこ行った。つけまつけま嘘だろ。どういうこと。何言うとだろ。どういうこと。いいじゃん。つけまつけま最高。つけま取れちゃったよ。つけま取れちゃった。つけま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 じまじつけまつけてつけまつけまつけまつけかわいいのつけまつけるわしがかわいい。さあ、なんか今だけはさ、いつもはいいんだよ、別に。一人さ、ナイス。
朝日に向け
ね、これ本来は5回くらい続くんだ。俺らだよ、俺らだよ、声がやべえよ。普通はお前が歌ってくれ、ラップの部分は任せろ。任せた、分かるし、ラップの部分来る。大丈夫だ。
いよ、この野郎。なので、もう本当に毎日とかに行く前の子供みたいな、まあまあまあ、おいしいみたいな、そこにいるので、あの、いいよ、俺ら一発ずつやってもいいよ。もう、おじろ、やめてよ。残念。一回、バー、こい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 、なんで終わりますか。あ、いい、いい、気持ちいい。おじろ、大首みたいな。なんじゃないかな。おさ、次、誰が歌うんだ。誰だよ。これか、はい、ウイスキー飲ませろよ。誰だよ。俺歌ってもいいよ。俺どこ、どこ、俺歌うよ。どうぞどうぞ、イエーイ、イエーイ、どうぞどうぞ、イエーイ。謎、いいや、謎じゃない、いや、楽しむとき楽しむとき、みんな本当だ、時間は限りがあるんだぞ。なるほどな、それはもう申し訳が分かってるから。ジョージのリポートコーナー。あの、先に強くなるんだ。なんでお前が言うんだよ。なんでお前が言うんだよ。星野歌わせるの。星野も歌わせるよ。あ、星野も早く回ってきた。よし、じゃあ、最後から見せるよ。誰が飲むの結局。俺が飲んだ今。
俺飲んだろか。俺も入れろよ。ウイスキー前飲みすぎだよ。ウイスキー飲ませろよ。待ってろよ。言わせろよ。ね、ウイスキー飲ませろよ。キープしてるのもそうだし、ここのライブ会場行ってもお客さんと本気でぶつかり合っているので、浮き座がっていくとまだ行きたいな。私たちって普段だいぶ行ってきたな。行ってきつかるんだ。もうやばいよね。ああ、もうやべえんじゃねえの。厳しい。もうやばいよな。ちょっとやばくなってきたな。それこそ生き様。大丈夫、まだもう一本走りに行く。もうやばいね。もうこれでもう一回走りに行った。いや、走りに行ったやつがいたんだよな、お前。まあいたよな。全力疾走で。あ、すいません、外外出しますって。そこの髪の周りで走ったやつがいたんだよな。で、チョコレートとかやってたんだよな。最高のやつがいたんだよな。俺マジで抜群に楽しいからな。ウイスキーショットバトル第5位まで来たね。毎回こんな感じだ。厳しいわ。3回目だよ。厳しいわ。いや、まだ俺巣に戻って言うけど、なんかマジで大丈夫だ。明日まだじゃないけど、まだじゃないけど、まだ2時でしょ。2時3時3時もう3時なんで、今3時あと15分で3分3分で10分でよかったわ。いや、俺らはもうじゃあもうね、吉田はもうガチ強いけどさ、俺、星野がゲボって寝てもダーツしてるから俺、一人でえ何？俺ゲボって寝たんだよ、1回。はい、そう、俺がね、解放してね、下からね、濡れタオルみんな取ってきてね、大丈夫か、顔拭けよってね、水飲めよってね、でこれにかけようって袋前に来て、あ、ネタが大丈夫だ、ダーツ行こうってダーツ行った。これ覚えてない。もう全然記憶がない。10分ごとに言った虫の様子、ダーツ行った。だからお前の話していいよ。特に虫の松尾さんは自分に自重してくれ。松尾ガチ持ってタイプを借りて撮影したんですけど、大会に入った瞬間に、自分たちのテーブルの撮影なはずなのに、スキルを与えない大会の会場にしちゃったみたいな。いや、何選手だったら、山辺選手とか、小田信成選手とか、そう思ったんですけど、選手の方々が、分かるし、参加してくださってるので、間違いからね、大人の PV じゃないみたいな感じで、私はですね、柔道、山辺選手と柔道の試合をした対戦相手だったんですよ。これね、逆にもしかしてガキいなかったのがよかった。壊すって言ってたから、いてもいいんだけど、多分こんなに行ったのかな。久保さんがいるから。すごい、仕組みが。仕組みめっちゃある。俺が見ちゃう。ほんと、ラフのテンション。多分バラすよ、これ見てる人。いや、バレるよ、だって。バレるよ、私が投げれるわけないもん。俺さ、こっち側に行ってるけど、最後のさ、こっち側に。いつもいじらないし、いつもさ、いじらないでさ、入れてるからさ、分かんなかったんだけどさ、一緒さ、あ、こんなことできるんだって、こんなことしか言ってねえと思って、こんなことしか言ってねえと思って、なんかやってきてねえ。お前、あれだぞ、誕生日だし、やめなさい。そういえば、そうだ、こんなことで言うあれはあったわ。俺、昨日、あれだわ。なんだよ、やったわ。やったわじゃねえよ。今思い出したわ。やったわ、ね、やったわ。素で先が入ってるから、謎発言だけど、やったわ。はい、じゃあやった時は先が入ってる。2年です。あ、だよ。先払えるのか。これが私たちの。高くなるよね。ちょっと弱くなるの知ってる。弱くなるの。耐えるんだよ、なんか。勝手に。あなた欲しいです。しかもね、申し訳ない。ありがとう。その申し訳ないをさ、欲しいみたいに、その俺らに、俺らと今合わせてみたいに、向こうの方に対して、そう、どうしたの？無理やり。正しい。無理やりじゃない。正しい。てか、元カノ。それはあれ、この前の話だ。あれ、あれ、あれ。何ほら、女の子の心の代弁者。切る大丈夫。あのね、普通にね、泊まりに行った。泊まりに行った。なんでまただ、ね、ちょっと待って、
なってやっちゃって。まあ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 。まあ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 なんかピッてあんな音が聞こえてないパチッと俺ね、まあ座れ、まあ座れ、まあ座れ、あれはねまあ座れ、まあファイン食えよ擁護したいメンバーの中で泳げない言い訳を言いたい遠藤シガジは俺優しく見たそうそう最後5人で海に飛び込むシーンがあって、ねね、その後にもうでも遠藤シガジは左手が怒られたちなみにどなたが泳げないんですかこいつまた俺の手渡しもファインプールだけど飛び込んだ後にスライスがなんか浮き輪を投げてくれたんですけどその浮き輪の下敷きに響きが出して結局スタッフさんがめっちゃ入ってくる外から何度か待ってたわけよね、待ってたから待ってたわけよ問題はあれだよゴムをつけてくっつけないかなんだよ流しが流しがそれだよな、それが問題だよななんかさっきの言い分的に名話っぽいやつうん、ちょっといけないぞ、これはちょっといけないぞこういう時、おばしには下ネタ口に出してくるからなだね誰も突っ込まないからなお前、中出したか、どっちかおぉ申し訳ございませんどっちだ申し訳ございませんよねゆえゆいたちゃんが俺らっぽいぞゴムはないよ待って押さえよ待って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 ごさん、酔い関係ねえよ、お前は。いや、原骨だ、お前は。ビンタが来ると思ったのは原骨だよ。痛いよ。お前もして一発で原骨やってるわ、もう。原骨からしかいい。痛いよ。おい、黒さん。へい。前回の話なし。前回の話は関係ねえわ、もう。よっしゃ、もう一発行け。で、痛い。今結構感じて苦労した。ずっと痛いよ。待って待って大丈夫大丈夫両手に麻酔が効いてる大丈夫おい友達はやばい正直もうここだけさやってるおおやってくれたなお前はお前やったなお前マストであね俺はやらない一面やっちゃうべん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 だってべんべんじゃあ聞いてやろうべんべんしてもう一回殴るからな理由したじゃんもう一回殴るこれキャですこんなの飲み方だからな俺はそれは分かる分かんないくれよ分かんない鼻つまむぞお前鼻の口押さえるぞ息できなくするぞやったねもうよしじゃあなんだ理由なんだいや言ってみろ聞くだけ聞いてやるよこれ全部飲ませてやるのかなぜ汚染するなじゃあ星に飲ませるわそれをきっかけにああいつねマジで聞いてるみたいな未来新知の名作からアニメ映画として新しくそっちの理由は特にないんだけど花火大会を前にしたこっちの日がないじゃん、今特にはい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 まだあるよお前、どんだけ飲んできたよまだいけるよ、おしおこれ、やっと飲んできたからねおしお、まだいけるよあのねよくやった、かわいい子だ、お前はやるわあれカロップですじゃあ一応に花火の下がりにはね、ここから見れたそれに関しては、異常もそうもないから全国同盟系にて労働省ですいやー、彼女欲しいな続いてはこちらの作品です一回頑張ってそれをきっかけに関係が元に戻った。ああよかった。大人気漫画ワンピースと日本の伝統芸能歌舞伎が奇跡の融合を果たした。元に戻ったんだよ。スーパーサブキッドとワンピースが大人気。お前もそうじゃん。それさ、俺が言ったのかな。それ知る。お前何だよ。俺が言う分には分かるじゃん。分かるよ。お前なんだよ本当に前なんだよ俺以外も嫌じゃしねお前なんだお前なんなんだよどうなったんだよこれお前本当になんだお前はねお前はお前でいいから見事に表現している舞台は必見順番無視して俺を歌うどこにあんのあれどこ行ったのあれいや本来吉田が順番なんだけどあそうなの俺が文の出すのお前はこういう声入れたから星のっぽく見えたんだお前俺の番じゃ俺の番俺がバッキャロよこせ
俺の歌いやつ奪いやがって、お前俺の箱だぞ、これ10代女子から10代女子は入れんじゃねえ、だってなしまくぞ、これお前もう一回声入れんのこの野郎、お前もう一回面白いね、入れんかんな、闇の